引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越し、しばくぞ。なんで？見てこの水槽、見たけどちょっと水草もさもさすぎるよね。まあ割とみっちりではあるかな。というわけで今日はこの水槽の中身をワンランク大きい水槽に引っ越しするのだ。トリミングすれば解決なのでは？そうなんだけどさ、実は先日隣のおじさんにこれをもらったのだ。何これ？エーハイムの外部フィルターだよ。しかも特大のね。特大ってどれくらいなの？60センチ水槽でよく使われてるエーハイムの外部フィルター2213と比べて容量が2倍、ろ過層の容積が 1.4 倍あるのだ。ああ、それでこのフィルターを使ってみたいのね。そりゃ使ってみたくなるだろうよ。気分は300年前の厄災戦で大暴れしたガンダムバルバトスを復元する雪の城さんなのだ。まあオーバースペックって意味ではもしかしたら僕のこの外部フィルターの方が勝ってるかもしれないね。あ、そうそう、復元といえばライトドールから引っ越さないよ。はい、というわけでですね、まずは飼育水をできるだけたくさん確保していこうと思います。新しい水槽に入れるのね。そうそう、ただでさえ環境がガラッと変わってトラブルが起きがちだから、飼育水や露材はできるだけノーダメージで引っ越ししたいのだ。っていうかなんか傾いてない。100均で買った三脚は高度な技術力を要求してくるのだ。この45センチ水槽がだいたい30リットル弱、引っ越し先のちょっと背が高い60センチ水槽がだいたい60リットル弱だから、全部移せたとしても半分は新しい水ってことになるのだ。まあゴミを避けたりするともっと減っちゃうだろうから、透明なうちにできるだけたくさん確保するのだ。飼育水ってそんなに重要なの？安定してる水槽の飼育水や露材はマジで重要なのだ。なぜなら何のおかげで安定してるのかよくわからんから。あ、つまり安定してる水槽の安定要素はできるだけ引き継ぎたいのね。とりあえずバケツ3枚分は確保したのだ。次に水草やレイアウト品の確保。この水槽だとみちみちだけど、60水槽だとどうなのかしら。きっと遊泳スペースもあってちょうどいいはずなのだ。まずは活着系水草と石や遊牧を取り除くのだ。お魚やエビはそのままなの？生態をすくい上げるのは水槽の中のものを全部出してからなのだ。このミクロソリウムは僕が初めて買った水草の一つなのだ。最初は5、6枚の葉っぱだったのに、今では数えきれないほど増えたのだ。あとは細かいやつを出してっと。大きい株や流木だけだと思ったけど、細かいものもいろいろ入ってるのね。ロタラオラ、結構根がしっかりしてる。ソイルじゃないのに頑張ってるのだ。あとはウォーターバコバとハイグロフィラも。ちょっとお魚さんたちかわいそう。こんなことめったに起きないから大パニックなのだ。もう少しだけ我慢してね。おおよそ全てのレイアウトを取り出せたのだ。というわけでお魚を捕まえやすくなったことだし、全員踏んじばって豚箱にぶち込んでやるのだ。そこに愛はあるんか？よっしゃ、全員と捕まえたのだ。上から見ると何が何だかわからないわね。ここ半年くらい姿が見えなかったクーリーローチさんが全員生存してたのに驚いたのだ。あとはこの殻になった水槽とどちらかった水槽台をどかすのだ。はい、ポンとポン。砂は新しく買ったケースを入れるのだ。フィルターの中身はマット以外はそのまま移植。なんと1段目だけで全部入ってしまったのだ。もう一個の露材ボックスはどうするの？このアラメマットの下には前の人が使ってたリング露材を煮沸消毒して入れたのだ。気づいた人がいるかもしれないけど、今回ウールマットを入れてないのだ。その代わりストレーナスポンジを細めのものにして、そこで強めの物理露過を行うのだ。専用ウールマットが高かったのね。で、このフィルターに使うガラスパイプがこちら。ピンパイプみたいなアマゾンで売ってるバッタモンなのだ。大丈夫かしら？ここでお決まりの怪しい日本語。ガラスパイプは初めて触ったんだけど、もっと繊細かと思ってたけど意外と丈夫そうなのだ。きっと本物はもっと丈夫そうなんじゃないかしら。見せてもらおうか。毎時1000リットルのせい。おい、ちょっと長そうだったから。すげえなこれ。こんなにドバドバ出るもんなの？さすがといったところなのだ。まあフィルター本体に水流調節レバーがあるから、ヤバそうならそれを使うのだ。全ての機材とレイアウトが設置できたのだ。いい感じじゃない？ちょっとだけ配置を変えて、左のミクロソリウムと右のアヌビアスに引っ張り分けたのだ。さすがにそのままだと寂しかったから、左の島のところに流木を追加したのだ。この濁りはすぐ取れるもんなの？何に由来してるかによると思うんだけど、おそらく砂から出た汚れだと思うから、ろ過任せ
毎日換水で様子を見るのだ。ここ結構透き通ってきた。ヒーターの出力不足とかちょっとしたトラブルはあったけど、概ね問題なく引っ越しは完了したと言っていいと思うのだ。水流はどう？上の方は激しいけど下の方は緩やかでいい感じなのだ。前の水槽でもそうだったんだけど、この水槽でもイニシャルスティックを埋め出すなに有形層を植えてて、今回育たなかった場合は引っこ抜いてソイルの水槽に植え直すのだ。前の水槽でなんで有形層が順調なのかよくわからないって言ってましたもんね。新しく入れた流木も存在感があっていい感じなのだ。石とかは入れないの？石は物によっては硬度が上がる原因になる可能性があるから、新品の鉱物検定証を入れたことも考慮すると入れない方がいいかなって思ってやめたのだ。なるほどね。じゃあぼちぼちエンディングに行くのだ。今回作業してて思ったんだけど、60センチ水槽って一人で立ち上げ作業するにはちょっときついもんがあるのだ。っていうかアクアリストってほとんどがぼっち民だと思うから。やめろ。こんなんを何本も管理してる人って相当すごいのだ。ずんだもんは他のは小型水槽ばかりですもんね。もうしばらく引っ越しやリセットなんかやりたくないのだ。せっかくセットしたんだから大事に管理していきましょうね。化け物フィルター頼むぞ。そろそろ閉めましょう。次の動画は多分年明けだと思うから、それまで待っててね。それじゃあバイバイ。